日本を取り巻く安全保障環境の厳しさから、日本政府が進めているスタンドオフミサイル導入について、詳しく見ていきましょう。1二式地対艦誘導弾の能力向上の開発も急いでいますが、緊急的な対応として、アメリカの巡航ミサイルトマホークの調達を進めていますが、これは未確定です。スタンドオフミサイルとは、ここ大事敵の攻撃ミサイルの射程外から攻撃するではなく、敵の対空ミサイルの射程外から攻撃する。勘違いしやすいですよね。2022年現在、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は継続中であり、北朝鮮も自国の技術力を見せつけんばかりに、各種の弾道ミサイルや巡航ミサイルを発射し続けています。さらに、中国軍の測量艦一隻が、鹿児島沖の領海に侵入する事案も発生するなど、今年に入り相次いでいます。このように、日本を取り巻く安全保障環境は、一層厳しさを増しています。そこで、自衛隊では侵攻する相手に対する離れた位置から対処が可能な長射程からの攻撃を行えるスタンドオフミサイルによる防衛能力の強化を進めており、国産の1二式地対艦誘導弾の能力向上型の開発の前倒しも含め、配備を急いでいます。しかし、国産の1二式地対艦誘導弾の能力向上型の第一段階である、地上発射型が導入されるのが2026年の見通しであり、そこで、それに代わる兵器として、アメリカ軍の巡航ミサイルである、トマホークの調達を進めるという、緊急的な対応も聞かれますが、現時点での導入は未確定であるが、北朝鮮のミサイル問題や、米中の台湾事情の危険性が生じており、中国の台頭情勢による事情に、アメリカが理解を示していることから、トマホークの導入の可能性もあります。日本政府と防衛省が、今後の兵器調達に関して、配備を進めようとしているスタンドオフミサイルとは、敵の対空ミサイルの射程外から攻撃できる長射程のミサイルで、対艦、または対地型とされています。これは、中国海軍の基地からの攻撃ミサイルに対してではなく、艦艇の艦対空ミサイルの射程が今後伸びると予想されることに対し、つまり攻撃兵器として敵の対空の射程を上回るものが必要だということであり、我が国も長射程の空対艦ミサイルが早急に必要なのではないでしょうか。日本を取り巻く国々の中でも仮想敵国と言われている中国、ロシア、北朝鮮は、以前から、長距離の巡航ミサイルを保持、すでに配備しており、日本を、攻撃可能な弾道弾を保有しています。さらに、韓国も、国産の長距離巡航ミサイルをすでに配備しており、台湾までもが近いうちに配備する予定であるとのこと。現状で、波長距離の攻撃方法を持たないのは日本だけということになります。そうした現実から、日本のスタンドオフミサイルの整備が進められている。日本が想定しているスタンドオフミサイルとは、日本に接近する艦艇からの艦対空ミサイルの阻止が目的であり、日本の安全を守る反撃能力の保有が焦点であり、それを具体化し配備することにあります。すなわち、相手の射程圏外の安全な場所から攻撃すること。日本攻撃された際に自衛隊のリスクを減らすことにあります。そのスタンドオフミサイルの反撃能力として、今、防衛省が検討しているのが、ミサイルの能力を大きく向上させて、敵の射程を上回る攻撃ができる。国産の1二式地対艦誘導弾の能力向上型の開発である。これが完成すれば、地上からの地発型、艦艇からの艦発型、航空機からの空発型と、多様なプラットフォームからの発射が可能になり、
早ければ、始発型が2026年の完成で順次進められ、最終的には2028年度に配備開始の見込みである。現在、陸上自衛隊が運用している一二式地対艦誘導弾の射程は約 200km ですが、これを 900km を目指して開発され、最終の能力向上型では、射程が 1500km まで延伸される予定である。一二式地対艦誘導弾、能力向上型では、大型の展開式主翼、胴体、ジェットエンジンのシンターボファンで、長距離飛翔性能を達成し、情報収集衛星利用の誘導弾データリンクで、移動目標を正確に追尾しします。現在の一二式地対艦誘導弾では円筒型だが、能力向上型では大型化され、ステルス性を向上するため、平面を多く使用し、全体の形状が変更を大きく変更され、別のものにも思える仕様になっています。多様なプラットフォームからの発射が可能となれば、陸海空の3自衛隊の基軸を担う兵装となるでしょう。能力向上型としていますが、これは新開発のミサイルと呼んでもいいのではないでしょうか。その他として、当初防衛用の高速滑空弾、極超音速誘導弾、当初防衛用の新規開発の対艦誘導弾も構想されており、4種類のスタンドオフミサイルの開発を予定しています。その中でも、極超音速で飛翔し、破壊力が高い極超音速誘導弾の開発を急いでいます。次の当初防衛用の高速滑空弾は、早期装備型のブロック1と制。能向上型のブロック2に分け、同時開発が進められています。ブロック1の機動式弾道ミサイルは、2023年度に量産化が決定しており、装輪式の車両の荷台部分に発射塔を搭載する形式の陸上発射型の兵器で、最大射程距離は 500km 程度になると考えられています。ブロック2は極超高音速滑空ミサイルで、ブロック1とブロック2では、一部のブースターロケットの共有化は、あるが全長が伸び、弾頭の形状は大きく変化しており、先進的なウェーブライダー形状となり、機動性と射程が大きく向上するのではないでしょうか。見た目だけでも、極超音速滑空ミサイルと呼ぶに、ふさわしい外観となっており、ブロック1とブロック2は完全に別の種類のミサイルだと考えられます。この当初防衛用の高速滑空弾のブロック1の射程がおよそ 500km 程度と推察されているのには、中国と対峙する尖閣諸島を沖縄から直接攻撃することを可能とするとの逆算から沖縄本島に配備することを念頭に置いているからでしょう。沖縄本島には自衛隊の基地や在日アメリカ軍の複数の基地が配置されており、対空防御も強力であり、そこへ当初防衛用の高速滑空弾のブロック1を配備することで、尖閣諸島の防衛を狙う目的があると思われます。極超音速誘導弾の飛翔速度は、その名の通り、通常マッハ5以上、最大でマッハ8から9であり、迎撃を困難にします。弾頭が滑空グラインダーで、弾頭にエンジンがついていない仕組みで、スクラムジェット式での推進となります。対艦と対地の両方での用途が検討されており、実用性から考えれば、1000km くらいの射程になると思われるが、今のところ不明である。当初防衛用の高速滑空弾のブロックにも、最大射程距離は、およそ 1000km 程度には達するのではないかと想定されており、そこまで到達すれば、九州の本土から、中国大陸までを攻撃圏内に収めることも可能となるだろう。最後に、
当初防衛用の新開発対艦誘導弾ですが、長射程化と低ステルス化は、一二式地対艦誘導弾の能力向上型にて、すでに実装されていますが、それに、高機動化とモジュール化を加えた誘導弾を試作研究しており、射程等の詳しい仕様は不明です。日本国憲法第9条の下、専守防衛に基づき、国防の基本方針、及び防衛計画の大綱の定めるところにより、国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを基本理念としていることから、政府の見解は、憲法は自衛権の放棄を定めたものではなく、その自衛権の裏付けとなる自衛のための、必要最低限の実力は、憲法第9条の権力には該当しないとしており。よって、日本を防衛するための最低限の実力を行使することは認められており、そのため、憲法の解釈での専守防衛の理念から、弾道ミサイル、巡航ミサイル、航空母艦や戦略爆撃機などを開発すること、また、それらを配備することは、できないとしています。しかし、ロシアによるウクライナ侵攻の継続や、中国海軍の軍事力の拡大、および中国、台湾関係さらには、北朝鮮によるミサイル問題など日本国内においても、軍事的な強化の必要性が叫ばれており、日本でも、このような 1000km を超える長射程の巡航ミサイルを装備し、防衛力を強化しようとしているが、専守防衛の基本方針の理念に反するのではないかとの意見も出ています。しかし、日本が専守防衛を基本とし、攻撃的な兵器を持たないとしているが、その攻撃的な中期より、長距離の弾道ミサイルを、すでに、中国、ロシア、北朝鮮は配備していますし、未だに終わりが見えないロシア・ウクライナ戦争でも、ウクライナ波長距離の巡航ミサイル等の兵器を装備しておらず、航空機以外では、アメリカより供与された高機動ロケット砲システムヒマルスハイマース等しか保有しておらず、最大射程距離は、およそ 80km ほどで攻め込まれたまま、攻撃に苦戦しています。ロシア・ウクライナ戦争では、弾道弾や巡航ミサイルなどのミサイルによる攻撃も多様化しており、ドローンのような無人の自爆型も導入されており、そうした全てに対応するための迎撃システムを導入することは困難でしょう。最近では、北朝鮮のミサイル攻撃能力が向上しており、挑発的に短時間で多数の弾道ミサイルを発射し続けており、弾道ミサイルが日本の上空を通過し、日本海へ落下するなどといった事象もありました。日本を取り巻く軍事的な現実を考えれば、日本から中国大陸にまで到達可能なミサイル配備のスタンドオフミサイルとしてのそのようなスペックのミサイルを保有することは、我が国を脅かす近隣諸国に対し、有効な抑止力を保有できるのではないでしょうか。